ってみたいと思われる方には魚拓教室も開催してますので、あの前の方のパンフレットをもらって、またそのジャンパー着てる先生方がいらっしゃいますので、そちらの方で、あの狙いの詳しいことは聞いていただきたいと思います。魚拓教室の方はお茶の水と、それから横浜の方で月2回ほど開催中でございます。今からやりますから ね。今日は皆さんにこの魚拓を展示して、あのまたその実演を見ていただくと同時にですね、一緒に魚拓をやる方を募集しておりますので、ぜひ一緒にね魚拓やってみたいと思われる方は、やるのもあって叩くだけだ、ちょっとね、白いジャンパー着てる人にご相談をいただきたいと思います。こすらない、こすらない。僕の方はプレゼントコーナーで魚拓のね投票をいただいております。右の方にあります魚拓